はい、まあ教育すると補正でございます。日時はですね、2022年8月の1日でございます。1日でございます。はい、今来ているところは東京都檜原村のですね、緊急用の、ヘリポートでございます。はい、檜原村が、管理しております。はい、うん、こちらの方でですね、ヘリコプターが着陸することもあるようでございます。はい、檜原村のですね、ほとんどですね、頂上の方ですよね。はい、頂上の方でございます。この近くにはですね、まだ民家等もございます。ポツポツございます。はい、緊急のね、病人さんがね、出たとかね、怪我人が出た時なんかね、こちらのヘリポートをね、おそらく使うのではないかなと思われます。はい、はい、このようになっております。はい、現場から以上でございます。まあ、教育すると補正でございました。